おはようございます。レイです。10月の5日水曜日の今日は味噌おでんの日です。群馬県甘楽町に本社を置き、こんにゃくパークの運営でも有名なこんにゃくメーカーの株式会社横尾デリーフーズが制定。同社の人気商品である田楽味噌おでんを PR するのが目的。日付は同社が田楽おでんに味噌だれをつけて発売した1994年10月5日にちなんでということです。こちらの横尾デイリーフーズのホームページを覗きますと、様々なこんにゃくレシピが紹介されています。例えばこんにゃくのフライ、こんにゃくを湯がいてアクを抜いてめんつゆに一晩つける、水分をよく切ってこんにゃくに切れ目を入れてチーズを詰めて、小麦粉、卵、パン粉の順でつけて揚げる。これはなかなかおすすめかななんて思います。こちらのホームページではこういったレシピがいろいろと紹介されていますよ。ちなみにね、先月よりねコンビニにおでんが並ぶ時期になりましたね。こんにゃくに味噌だれや柚子胡椒をつけて熱々をいただく。これって熱感が進みますね。寒くなっておでんが美味しくなるこの季節、そして標高の高い山では雪の便りも届く頃ですね。それでは皆さん、今日も良い一日を。